佐藤副局長。はい、NHK 党の浜田佐藤です。本日予算委員会最後の質疑させていただきます。手短に質問させていただくことをご了承ください。まずは北朝鮮による拉致問題について、昨日に引き続いて、NHK の稲葉会長にお越しいただき質問させていただきます。今回取り上げますのは今から30年前平成3年の話です。北朝鮮による拉致問題が世間にあまり知られていなかったこの年の1月16日、拉致被害者家族である有本さんたち5名は拉致問題を収拾する目的で報道陣の前で記者会見をする予定でした。しかし NHK の者が間接的に介入をして目的通りの会見ができなかったというものです。この時の記事を配布資料として用意しました。この時 NHK の人間による介入がなく、会見が目的通り開かれていれば、国民に拉致問題の存在をいち早く周知でき、その後の拉致問題被害拡大を抑えられた可能性がありました。しかし現実にはこの時に拉致問題周知ができず、その周知が遅れることとなりました。つまり NHK の人間により、拉致被害が拡大した可能性があるということです。NHK 会長に2点ございます。1点目、この件に関するご見解をお聞かせください。2点目、NHK 会長として拉致問題へ解決への意気込みを聞かせてください。稲葉信夫日本放送協会会長。ご質問の通告を受けまして、改めて当時の関係者から、聞き取りをするなど、可能な範囲で確認をしてみました。平成3年1月16日の記者会見は、有本さんからの相談を受けた NHK が手配して会場を取り、各社に声をかけて行われたものだということのようです。ご指摘の元書店経営者につきましては、有本さんたちのご了解を得て紹介したものだそうであります。当時、北朝鮮に関する情報が乏しい中で、この元書店経営者が予想しない情報を持っている可能性もあるということで、有本さんたち当事者の方にお話を聞いていただき、判断していただこうという趣旨をお伝えした上で、話し合いが実現したというふうに理解してございまして、この点については全く対はないということのようでございます。こうした内容は平成13年に有本さんから質問状を頂戴した際に回答したと承知してございます。NHK としては引き続き北朝鮮による拉致問題の取材に力を入れ、多角的な報道に努めていきたいというふうに思っております。2つ目のご質問でございます。実は私、日銀に日本銀行に30年勤務しておりました。その折、日銀の先輩である、しかも、新潟支店に勤務していた横田茂さんの娘さん、めぐみさんが拉致事件の被害に遭ったということでございます。同じ組織に勤める先輩のご家族にの一人に襲われた悲劇だということでございまして、私自身、その当時から、めぐみさんの早期救出、早期帰国を心から願っていたものでございます。で、その気持ちは NHK 会長になってもいささかに変わっておりません。拉致被害者全員の早期帰国を願ってございます。で、NHK としては引き続き、拉致被害者のご家族の思いや、解決に向けた政府などの動きを丁寧に伝えていきたいというふうに考えてございます。浜田聡君。はい、会長にはこのような、過去にこのようなことがあったという指摘を心に留めていただきたいと思います。NHK の影響力大きいです。政府と独立しているとはいえ、我が国の公共放送として拉致問題に取り組んでいただきたいという希望をお伝えします。NHK の会長の意見を受けた上でですね、拉致問題担当大臣と総理の拉致問題の今後の取り組み方針を教えていただきたいと思います。はい、じゃあ、引き返しましょう。内閣官房、じゃあ分かりました。はい、岸田内閣総理大臣。はい、すみません、拉致問題担当大臣、今予算委員会出席しておりませんので、私の方から発言させていただきます。拉致問題は、重大な人権侵害であり、私の内閣においても最重要課題であります。私自身、一昨日、家族会、救う会の皆様と官邸でお会いをし、運動方針に込められた切実な思い、改めて伺ったところです。拉致問題は時間的制約のある人権問題です。もはや一刻の猶予もないとの切実な思い、訴えを重く受け止めなければならないと考えています。すべての拉致被害者の一日も早い帰国実現に向け、あらゆるチャンスを逃さず、引き続き課題に行動してまいります。浜田聡君。はい、私も一国会議員として拉致問題解決に向けて努力することをお誓い申し上げて、次の質問に移ります。次に PTA について永岡文科大臣に質問させていただきます。PTA は戦後米国から我が国に伝わったと認識をしておりますが、当時から現在に至るまで時間が経過しており、 PTA の存在価値が以前とは異なっていると思います。端的に言いますと、 PTA を不要と考える方が多いのではないかということでございます。PTA に関するトラブルに困ってですね、 PTA 退会者から私のもとにたびたび相談が寄せられます。で、そこで永岡文科大臣にお聞きします。全国各地の PTA に関するトラブルに関して、文科省で把握している情報を踏まえ、文科大臣の受け止めをお願いします。永岡文部科学大臣。浜田にお答え申し上げます。報道等を通じまして、PTA の入隊会等に関しますトラブルがあったということは承知をしているところでございます。PTA というのは、保護者と教員で構成されます任意の団体でございまして、個々の PTA で生じますトラブルにつきましては、当該 PTA が主体的に判断をして、そして解決するべきものと、そういうふうに考えている次第でございます。浜田聡君。はい。次にですね、永岡大臣と岸田総理に2点まとめてお伺いします。1点目はですね、任意の団体ということなんですが、PTA の入会会の自由についてです。私は PTA の入会、そして PTA からの大会は自由であると考えます。文科大臣、総理も PTA の入会、そして PTA からの大会は自由であるという考えであるのか、お聞きしたいと思います。で、もう1点はですね、PTA の入会会は自由であるならですね、大会によってその保護者の子供が嫌な思いをすることはあってはならないのではないかという点でございます。PTA を大会すると、例えば我が子だけ PTA から配布される卒業証書やコサージュなどが受け取れなくなるなど、運用を改めるべきではないかと考えますが、ご見解を伺います。永岡文科大臣。PTA というのは、児童生徒の健やかな育成のために保護者とそれから先生とで構成されます、先ほども申し上げましたけれども、任意の団体でございます。学校、家庭、地域の連携を強化していく上で、重要な役割が期待をされているわけでございます。PTA は任意の団体であることから、その具体の運営につきましては、それぞれの各学校のですね、PTA が自主的に判断をしていくものでございまして、入隊会につきましては保護者の自由であるものとそう考えております。で、またご指摘 の卒業証書入れなどの配布につきましては、子どもがですね、やはり嫌な思いをすることがないように PTA と学校がよく話し合うなど、連携を取りながらですね、誰が配布するかを含めまして解決をしていただきたい、そういうふうに考えている次第でございます。で、またやはり何といっても PTA の運営にあたりましては、子どもの気持ちにも配慮しながら、PTA と学校、また同じようですが連携をしていただくというのが大事だと考えております。岸田内閣総理大臣。
はい、当然のことながら基本的には文科大臣と同じ考えであります。先ほども文科大臣からありましたように PTA は学校の児童生徒の保護者と先生とで構成される任意団体であります。その具体の運営について、それぞれの PTA が自主的に判断をし、入退会については保護者の自由であるものと、私も考えております。そしてご指摘の卒業証書入れ等の配布についてはこのような PTA の位置づけからすると国が一定の考えを示すのではなく子どもが嫌な思いをしないようにそれぞれの PTA と学校がよく話し合いをすることなど、連携しながらお決めいただくことが適切であると考えています。浜田聡君、はい、ご答弁ありがとうございます。常にですね、子どもたちのことを第一に考えることが重要だと思います。PTA に関する議論、今後も続くと思いますが、政府におかれましては、国民の声に常にご留意いただきたい旨を申し上げまして、質問を終わらせていただきます。ご清聴ありがとうございました。以上で浜田聡君の質疑は終了いたしました。本日はこれにて